袋井市のエコパスタジアムには装飾を施したトラックデコトラが全国から集結しました。ずらりと並んだド派手なトラック。このイベントはデコトラ好きのおよそ2000人が加盟する全国歌麿会という団体が毎年全国各地で開催しています。エコパスタジアムには全国からおよそ300台ものデコトラが大集合。会場には映画トラック野郎で菅原文太さん演じる主人公が乗っていた一番星というトラックの実物も展示されていました。このイベントでは募金を集めていて、被災地でのチャリティー活動などに使われるということです。